はい、こんにちは。小林国裕です、えー、今回はニュース解説です、えー、先日世界が悲しみに包まれました。えー、クウェートのまあ、国王ですねサバーハ市長皇居という報道になります、えー、今回はですね。まあ、サバーハ市長の功績をあのたどりながらまあ、日本とクウェート、さらにはアラブイスラム世界との関係性について、改めて深掘りしてみたいというふうに考えております。 このチャンネルは私小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、聞いたことこういったことを旅とかビジネスという切り口でご紹介しているチャンネルです世界に興味あるよ、特に世界のリアルですねそんなものを知りたいという方いらっしゃったらぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいですどうぞよろしくお願いいたしますで早速まず報道から入りますと、えー、去る9月29日、えー、サバハ市長 えー、病,気病気療養中の米国にて、ですね、えー、公居されたということです、で早速、この報道は世界中に広がりまして、ですね各国から弔意が示されていますで、日本も、えー、10月4日ですか、ちょうど海外出張してた、えー、茂木外務大臣が、急遽クウェートを訪問、弔問したというような報道もされておりました、えー、クウェートの国内自体は、えー、以後、40日間、追悼に入るということだそうです。 でちなみにこのサバーハ市長、えー、クウェート、まあ、国王としてはですね、第15代という形になります、えー、2006年に即位されましたので、まあ、約15年その地位を務めてきたというような形になります日本にもね1回2012年に来日されてまして、えー、その時は、えー、現上皇様とまと、あ、面談といえばいいんですかねされたというようなことだそうです でまあ、クウェートの話をするにあたってこのエリアアラビア半島ですねお話しするときにぜひ押さえておいていただきたいことがありますそれが GCC という枠組みですガルフコーポレーションカウンシルと日本語に訳すと湾岸協力会議というものになりますイメージをわかりやすく申し上げれば EU のアラビア半島版というふうに捉えていただけるとよろしいかと思います えまあ政治、経済だったりあとは人的交流だったりいろんな面で加盟国間を一体運営していこうという目論みです、えー、加盟国は現状6つですサウジアラビア UAE ・アラブ首長国連邦バーレーンオマーンカタールそしてクウェートという形になります、えー、本部はサウジアラビアのリヤドになりますでちょっとグーグルの地図を拝借してえー、今一度どこが GCC ですかというとですね ちょうどこの赤丸のエリアここを一体運営していこうというのがこの GCC の取り組んでいる姿というような次第になるわけですでここが重要なんですが、まあ、GCC 加盟国には実は共通点が一つあるんですそれが何かというと大統領や首相ではなくて首長が絶対的な存在ですいわゆる国王と言っても過言ではないです えまあ専門用語で言うと君主制国家と言われるようななものになりますですのでこのエリアを見るときは国対国で見るものとても重要なんですけれどもそれだけではなくてこれをさらに掘り下げて首長対首長だとどうかというのも見ていただくと重要じゃないかなと思います。 アラブ首長国連邦なんかはその名前の通りですねいくつかの首長,首長国が集まった連合体ですのでアラブ首長国連邦としても見るのも重要なんですがその中でも一つ一つの首長国が微妙に異なりますのでそれぞれを見るとさらにきちんとリアルが見えてくるということになるのかなと思いますでいくつかあの皆さんのイメージに伝わりやすいようにですね、まあ、有名な名門一家をですね、えー、ご紹介してみようと思います。 でまずこののエリアの名刺とも言うべきサウジアアラビアです、えー、サウード家という一族になります、まあ、サウード家のアラビアだからサウジアラビアなんですけれども現在の国王はサルマン国王という方で、えー、この方は2017年に日本に一度来られていますでこれちょっと余談になるんですけれどもちょうどサルマン国王が来日された際にいわゆる政府専用機といえばいいんですかねここから降りてくるタラップこれも サウジアラビアから運んできたんですよね、確かね、エスカレーター付きかなんかだったと思うんですけれども、まあ、それも結構、新聞、ニュース等で話題になりました、で現在、政治、経済でいろいろ中心で動いているのは、えー、ムハンマド皇太子になります、えー、一つ象徴的なプロジェクトがですね、日本のソフトバンク、孫正義さんと一緒に組んでる、ソフトバンクビジョンファンドというものになります。 あのこれ、まあ、サウジに限らずです、ね、アラビア半島の,の GCC 加盟国共通の悩みでもあるんですがそれは何かというといつ石油が枯渇しちゃうだろうもしくはいつ石油のニーズがなくなっちゃうんだろうとここにつけるんですねで、えーまあ、各国がこれに対応する、まあ、策をいろいろ打ち出しているわけですが。 サウジアラビアの回答の1つがこのソフトバンクビジョンファンドでしてアメリカを中心に世界中の技術面で有望な企業にどんどん投資をしていこうというような動きをしています。 で次 UAE アラブ首長国連邦です。えここはえ七つの首長国の連合体という形になります。えその一番中心がえアブダビ首長国のナヒャン家というところになるわけですね。え写真で言うと右上の方です。この方がナイハン家の首長で UAE の中ではまナンバーワンという存在になります。 で次、ドバイ首長国こちらはです、ね、マクトゥーム家が管理していること、首長という形になるんですが写真でいうと右下の方この方が、まあ、マクトゥーム家の首長さんですがこの方が UAE としてはまあ事実上ナンバー2のポジションというような形になりますでマクトゥーム家はまたちょっと本当新しいアラブの姿をです、ね、いろいろ見せてくれる面白い面白い、興味深いところでして 例えばあの競馬好きな方ですと、えー、ゴドルフィンレーシングとかですねダーレージャパン、まあ、日本だとダーレージャパンという名義で、えー、JRA で競走馬たくさん持ってます北海道とかにも確か牧場もいくつか保有しているはずですけれども世界的な馬主として有名ですでまたこのドバイ市長国のですね皇太子ハムダンさんという方なんですがこの方の,あのインスタグラムというのは、えー、世界中で1000万人以上がフォローしている。 えー、超有名アカウントインフルエンサーということになりますもしご興味あったら一度見てみていただければと思うんですが、あのー、私の率直な印象で言うとあお金持ちもここまで突き抜けると清々しいなというようなですねアカウントかなと思いますあのちょこちょこ日本にもこの方来られていますよねあのインスタ見てるとですのであ プライベートジェットで来てるのかなというふうに察するんですが、まあ、そんなわけで非常にいろいろ新しい取り組みをしているのがですねドバイマクトゥーム家ととといいうことにななるのかなと思いますでそんなわけで、まあ、サウド家先ほどご紹介したナヒャン家マクトゥーム家そしてカタールのサーニー家、まあ、これと並んでこのエリアのですね、まあ、名手とも言うべき名門がこのクエートサバーハ家ということになるわけなんですね。 でよりサバーハ首長のです、ね、動きということを見てまいりたいんですが特にサバーハ首長の代表的な功績と言われているのが2017年のカタールのテロ支援疑惑ですカタールがイラン等を通じてです、ね、いわゆるイスラム,イスラム国のようなところにまあ支援していたというような疑惑が持たれているわけですね、まあ、これは今も若干続いているんですけれどもでここで GCC でとサウジアラビア UAE バーレーン、まあ、あと GCC ではないんですがエジプト等を含めてここに非常に猛反発しているということで場合によってはアラビア半島崩壊しかねない状況なんですがここで仲裁に入っていたのがこのサバーハ首長という形になります、まあ、このカタールのテロ支援疑惑というのは残念ながらまだ完全には解決してないんですがサバーハ首長のまあおかげでですね完全崩壊を免れているというふうに 表現すると一番イメージが伝わりやすいかなと思いますこれは非常に大きな功績ですで、ちょっとここでもう一つ余談に入るんですがやっぱり皆さんの誤解でですねイスラム教イコール暴力装置みたいなイメージっていうのは少なからずあるんですよねやっぱりアルカイダとかイスラム国とかまあこういう動きね、日本人も拉致殺害されたりしましたけれども で果たしてそうなのでしょうかというのはちょっと問題提起をしたいと思いますあの私もまあドバイはじめですねいろんなアラビアの国でもお仕事してきましたけれども私が現地の方と見た接する限りは非常に平和を愛する人々だなという印象を持ってますあの決してこれイスラム教が平和主義で他の宗教が違うとかそういうことを言ってるわけではないんですあくまでイスラム教徒の特徴ということで言うともちろんアルカイダみたいなことはありましたけれども 本当にこれはごく一握り中の一握りでほとんどの大多数は平和主義というふうに捉えていただいてよろしいかと思いますでそして人懐っこいです、みんな兄弟、ブラザーということでですね、まあ、別の回であのブラザー、ブラザーと呼ぶなんていう話もしたかと思うんですけれどもとにかく、ね、客人をもてなすという対応が素晴らしいのがイスラム教の世界ですあのもう空港着いたときからですね食事からもう全部手取り足取りです。 一回あの私も、まあ、こう言ったら失礼ですが若干面倒くさくなってですねあの、自分でホテルからタクシーチャーターして空港まで行こうとしたらですね、えー、ホストの方に非常に怒られましてそんなことをやったらうちの課長のお父さんに怒られるとということであの強制的にキャンセルさせられた、えー、記憶がありますがそれぐらい客人をもてなそうという姿勢が非常に強いのがモスリムの皆さんです。というわけで、あのまあ、今日、 この辺りもですね、YouTube 動画を通じてぜひ伝われば嬉しいなと思っているんですが、まあ、イスラム教の皆さんというのはほとんどは平和を愛する人なんですということをですね、ぜひご理解いただけると嬉しいですということになります。で実際、僕のののいいいろんなまあ人脈というかまあお付き合いの中でですね一部、アラブの 市長ファミリーとも実はお付き合いはさせていただいてますありがたいことにで、まあ、今回の,あのサバーハ首長の皇居の一件を踏まえてですね彼ともまたやり取りしました実際のとこどうなのという話ですであの先に言うとこの方はクウェート人ではないですそうなんですが彼が言ったことはですねサバーハ首長はアラブの父なんですということをおっしゃってたのがとても印象的でした、えー、主に23点知見がとても広いですそして道徳意識が高い さらには、えー、揉め事の仲裁能力、まあこれ、カタール問題なんかはまさにそうなんですけれども、この辺で彼の対応というのは、もう国籍とか首長という枠組みを超えて、皆さんから尊敬されている存在なんですということを彼がもうシンプルにおっしゃっていたのがです、ね、まあ、非常に印象に残っています。まあ、あくまで一個人の意見とも言えるんですが、あのー、この意見、決して間違ってないと思います。 あのいろんなアラブの今の動きを見ているとですねサバハ首長の,この皇居の報道に対する本当、えーまあ、悲しみに包まれているという表現が正しいかと思うんですがどれだけこの方が尊敬されていたのかというのをですね今、改めて実感しているというような次第ですでそして日本との関係性についても触れようと思いますあのクウェートというとですねやっぱ日本の人には忘れられないのは湾岸戦争だと思います1990年、91年。 えーまあ、イラクがクウェートに侵攻してアメリカを中心とする、まあ、多国籍軍が奪還したというような流れですで日本は当時自衛隊を派遣せず約130億ドル日本円当時のレートで1.56兆円だったと思うんですが資金援助したということですそしてこの赤字の部分がその後物議を醸したところになるんですが終結後にですねアメリカの新聞ワシントン・ポストに、えー、クウェートが 皆さんんありがとうというういでですすねね広告を出したんです、ね、でこの中にアメリカイギリスうんぬんぬんといろんな国名が書かれてたんですがここに日本の名前はありませんでした。というわけでこれを。 これはどうなんだというあたりをですね、左翼的な方がいろいろ取り上げていたのは印象に残るんですがこれ、先に言っとくと諸説あります、本当にクウェートが出した広告なのかというのもありますで、それについては今日触れるのは趣旨ではないので割愛するんですが、まあ、物議があったぐらいで捉えておいていただくとですね、嬉しいかなというところです。 でもクウェートは1991年,年の湾岸戦争後20年たってです、ね、これに対する回答を出してきました、それが東日本大震災です。 震災後にですね世界中の各国から、まあ、日本赤十字社等を通じて義援金がたくさん送られてきましたこれはまあネット上から拾ってきたその義援金ランキングということになるんですが私あの額はねあんま関係ないですはっきり言ってしかもこれあくまで赤十字社のみの話ですので他にもいろんな 物心両面での支援がありましたので金額がですねここは安かった高かったというのを述べるつもりはさらさらないんですけれども、まあ、ちょっとだけ触れるとですね、まあ、台湾の支援というのは非常に当時話題になりましたでアラブエリアでいうと、まあ、オマーンがですね、えー、赤十字社への額という意味では4位11億円ということになってましたそしてクウェートは22位2.6億円ということなんですが実はクウェートこれ以外に原油を500万バレル 無償提供していたんですね当時の原油相場のレートで約400億円になりますこれが日本の復興に非常に役立ったというのは有名な話なんですあの分かりやすい例を一つ挙げるとあの NHK の連続テレビ小説ですか朝の番組ですねアマチャンというのがあったと思うんですけれどもあれの舞台となった三陸鉄道これの復興にはこのクウェート資金が役立ったということは、えー、事実としてよく知られているお話になります そして、これはねクウェート政府としての見解なのか駐日大使の発言なのかこれはちょっと曖昧なところはあるんですがじ、あのー、実際のところ、まあ、じゃあなぜこの500万バレル原油を無償提供したのかそれは1991年湾岸戦争これの日本の130億ドルですねこの資金援助に対する恩返しなんですと。 ということをです、ねえー、クウェート政府関係者が語っていたというのが非常に印象に残ります。えー、確か、ね、中日大使の方がおっっしゃってたはずですそんなわけで、まあ、あの湾岸戦争時はです、ね、申し上げた通りサバーハ首長の在位している時期ではなかったんですが、まあ、クウェートという国という、えー、観点で見させていただいてです、ねえーまあ、お金だけとか軍隊がどうのこうのなんていう器の小さい議論をする国ではなかったと。 いうことがこの東日本大震災の資金援助から非常に想像するには固くないということなんじゃないかなというふうに思いますで特にですね、あのー、クウェートから日本というのははる、まあ、か遠いですよ私も飛行機で、まあ、中東から乗るとです1 1一日間かかりますはるか遠い日本に対してもこの思いやりもう本当に慈愛深い対応ですこれはまさに私の友人が申し上げてたようなアラブの父と言って間違いない 対応じゃなないいいかなとううふうに思います改めてこのクウェートのです、ね、支援には、まあ、ぜひ日本として感謝の意をですねより強く表したいというふうに思っている、まあ、そう期待しているというところが私の本音でございます。というわけでこれが最後のポイントになるんですがこれはまあ私自身の思いも込めてるんですが、まあ、今回のこのサバーハ首長皇居弔意を通じてですねぜひ改めて、まあ、このチャンネルをご覧いただいた皆さんに クウェートのもしくはアラブ・イスラム世界への理解のをより深めていただけると嬉しいなというところですあの中東もしくはやっぱりイスラム教というとですねどうしてもいろんなネガティブなイメージを持たれる方というのも少なからずいらっしゃると思うんですねただまあこの湾岸戦争の恩返しと含めてですねこのサバーハ市長の動きを含めた中東から日本への熱い思いというのはぜひ受け止めるべきであって、まあ、この番組をご覧いただいた上でですね ぜひそんなところを考えていただける機会があると私としてもとても嬉しいということで今回のニュース解説を締めたいと思います。はい、というわけでありがとうございました、えー、もしちょっとでも参考になるよということがあればぜひいいねとですね、えー、チャンネル登録をポチッと押していただ,いていただくと嬉しいですよろしくお願いいたしますそして毎度恒例になるんですが私の著書なぜ僕はケニアのバラを輸入したのか厳冬社さんから絶賛販売中です。 お近くの書店もしくはネット等で手に取っていただけると非常に嬉しいですよろしくお願いします以上です最後までどうもありがとうございました